カンペーダンスのナンバーから、先週の高い日をお届けしました。ちびこちゃんたちね、ちょっとね、クールダウンということで、もう一曲、ちょっとゆっくりと聴いていただこうかなというふうに思っております。今日はですね、会場の中にもたくさんね、皆さんいらっしゃっておりまして、はい、私と同じくらいの年代の方は、少し疲れたかなという方もいらっしゃるから、まだまだ大丈夫ですか？はい、ということで、この時間です。お聞きほどリバランドナンバーをお届けしようと思っております。それではもう一曲ですね、カーペンターズのナンバーでお疲れをお届けいたします。聴いてください。
そしてあとが、井森由紀ちゃんに、山瀬真美ちゃん、そしてね、グランプリの受賞者の中にはふたきょんとか、あとね、石原さとみちゃんとかいる、堀本タレントスカウトキャラバンのわけなんですが、私の地元はですね、大分県のお隣、豊前市がありまして、そのお隣築城町、ね、築城町となっておりますが、そこが、私出身のところでして、たまにですね、私はよくベッドの方に遊びに来ておりましてですね、はい、ということでおしゃべりはこれくらいにしておきましょうね。はい、ということでですね、次のナンバーはですね、その、デビューして4枚目のシングルの中にあります火の旋風という曲をですね、オールズリーズナンバーとして、お届けしようと思います。それではちびっ子の皆さん、スタンダードいいですか？ゆっくりちょっとしましたのでね。それでは、火の旋風お届けします。楽しかったです。皆さん、田中久美さん。
って。ああ、もう終わりです。終わり。スペシャルゲストのご登場でした。もう。